知恵と想像の果てない野生の彼方に見える景色は一体どんなものなのか、どうぞお楽しみください。よろしくお願いします。東京ファントムオーケストラ、はい、第4楽章、そうめんバイスハイト。人が火を起こし、農業を使い種を育て知恵を得た。その知恵は大地を開き、大いに文明を育む。やがて文明は人を宇宙にまで送り、その知的領域がこの世界の成り立ちにまで迫ろうとしている。だがしかし、その知恵は果たして我々を幸せにしただろうか。いや、厄災をまたこの星と共に生きる知恵にたどり着いているんだ。そうめんのバイスハイト。いざ世界の断りへと迫る。無知、それは諸悪の根源。知識、それは悲しみである。多くを知る者は恐ろしき真実を深く投げ飾るを得ない。純粋な好奇心は時に扱える力をも生み出す。地の迷宮は深く険しい。他のソクラテスはこう述べた。汝自らを知るべし。真の賢者とは己の愚を知る者なり。やがて地を極めれば己の揺らぎの中に真実を見出すため、その揺らぎこそ深く平和を語る命そのもの。分断から融合へ、細分から正体、命の衝動に従い己をアウフヘーベンせよ。解放する新たな進化のスパイラル、まだ見ぬ未来が呼んでいる。そう、空想は知識に勝る。ファントムよ、想像力で世界を包め。世界を開く、その鍵は我ら人の心の奥底にあるのだ。
お疲れー。かわいい。